今回はノウハウコレクターのことについてお話ししましょう。誰しもね、一発目で当たるってことはない以上、ノウハウコレクターにならざるを得ないと思うんですよ。でむしろノウハウコレクターぐらいいろんな情報収集したり、いろんなところで挑戦して失敗したりね、しないと懲りないんじゃないかなと思うんですよ。一発目の商材で当たりましたっていうのは本当珍しいです。そういう意味ではそういう人は運が良かったと思うんですよ。まあ、それはね、誰もなく私なんですけどね。私はまともに買った商材って1個だけで、あとはね、マトリックスアフィリエイトみたいなのありましたけども、あれはやられましたね。あれはね、下手に金が余ったから買っちゃいましたね。バカな私でした。もうね、ついつい人のノウハウに頼っちゃうという意味で、マトリックスアフィリエイトズキューンにね、やられたわけですよね。ハートを打ち抜かれて、20歳のメタル優勢にかーこの野郎みたいな感じですよね。まあフォーチュンビジネスは買わなくてよかったですよ。なんかあれもなんか美味しそうに見えたんでね。ですけどやっぱり私はすごいね、当てになるなと思うんですよ。この自分のことが決めたらやってくれるんですよね、私ってやつはね。で、決めないことはやらないんですよ。むしろやらないと思ったことは決めないんですよね。もうはっきりしてるんで本当に頼りになるんですよね。だから逆に言うと、私が決めたことってのは絶対達成するんだろうなっていうふうに自分に対してものすごくね、安心感がありますよね。あの子をゲットするぜと思ったらね、やっぱゲットしたと思いますんで、私はね、結婚もね、一点集中っていうかね、他の女の子との付き合いを全部なくしてリスクヘッジして一点集中みたいな感じがありますけども、あんまりこれ話すとね、奥さんが嫌な思いすると思うんで、この辺にしておきましょうか。まあどっちにしても、私の場合は決めたことがもうできたことだと思うんですよ。で、あとはそのプロセスで外堀を埋めてるって感じです。よく弓矢に例えますけども、こうやって弓を引いてね、的に当たるんですよ、パスンと。当たった後で話すんです、私の場合。だから当たってから矢を放つんで、外れるわけがないっていう感じですよね。何回も言いましたけども、まあ、そんな感覚ですよね。だからこれだと思ってターゲットを持ったら、もう数年後とか数年後、そのイメージするんですよ。こうなってるだろうな、ああなってるだろうな、それ以外はないよみたいなね。まあ、だから一心不乱にそこに一点集中を迎えるのかなと思いますしね。やっぱりね、セルフバックを知った時に、これで1億円稼げるぜってなかなか思えないと思うんですけど、私思いましたからね。これだったのか、お金の突破口は。ってもう全部がこう開けたみたいなね。でもセルフバック、今私がどんな人に伝えても、でセルフバックを私が教わった人が他の人に教えようと、そうはなってないんじゃないかなと思うんですよ。逆にですね、変なインチキを覚えてずるいことしたりとか、短絡的なことをして自滅して退場しているみたいなことがね、私は想像できて、なんかちょっと寂しいですね。懐かしいですね。2013年、山口陸スマホアプリセミナーから始まってね、今私と吉谷さんがこうやって動画のリレーやってますけども、他の人どこ行ったんですかね。っていうか、もともといたんですかね。稼いだ稼いだ売れますよっていうのは本当だったんですかね、あれは。なんか私はね、稼ぎましたっていう人が、なんか億稼ぎましたっていう人が今ね、どこにいるのかわからない、落ちぶれているのを想像すると本当にね、悔しいですよね。まあ やればできるんじゃないかなと思うんですよ。しかも一時期はものすごく脚光を浴びて有名になった、その立場を持った人なのに、あれを棒に振っちゃったのかなと思ってね。脚光を浴びなくてもコツコツやってればここにたどり着くのにいいと思うわけですよね。まあコツコツやって何もならないっていう例も多いですから、用心しないといけないと思いますけど、とりあえずはノウハウコレクター万歳万歳。